日本船の総員である日の丸と、長州藩船を示すもう年家家門の一文字に三つ星の旗を掲げている。日の枝津丸は幕末に長州藩で建造された西洋式帆船。長州藩最初の洋式軍艦として使用され、長州藩士と三戸藩士の密約締結の舞台にもなった。黒船来航後に大船建造の金が解除されたのを受けて、 長州藩士の桂小五郎は、洋式軍艦の建造を藩に上進するとともに、自ら法王丸を建造した、浦賀の中島三郎助を訪れ、洋式船の建造を学んだ。この意見書などに基づき、1856年2月に、長州藩は、洋式軍艦の建造計画に着手した。幕府が、伊豆国の戸田村で建造した。 君沢型帆船の造船技術を参考とすることになり、船大工の尾崎小右衛門を戸田村及び江戸に派遣するとともに、君沢型に携わった船大工の高崎伝蔵を招聘した。尾崎は航海術についても学んだ。安政3年2月に藩主の毛利高地下から正式の建造命令が出された。1856年5月に規範した尾崎小右衛門らは、 萩野尾端浦のエビスが花を建造地に選定。造船所の建設と船の建造を開始した。船は1857年1月に浸水し、安政3年の江戸にちなんで、平神丸と命名された。江戸による命名法は、神術丸など、以後の長州藩の様式艦船に踏襲される方式である。平神丸は、幕府の君沢方によく似た設計であった。 全長25メートル、排水量47トンと洋式船としては小型で、2本のマストにいずれも重搬送を持つ二小スクーナーに分類される。材質は木造。武装としては絵図によると、選手両限に大砲1門ずつが据えられていた。なお、エビスが微造船所は1857年9月に一時、閉鎖されるものの、翌年に、 す府正之助によって再開され、より大型の搬送軍艦、高新丸の建造が行われている。竣工した平新丸は、長州藩最初の様式軍艦となり、1857年3月に、藩主の毛利高地下観覧の下で試運転が行われた。その後、練習艦や大阪との間の輸送船などとして運用された。1860年には、 松島剛蔵を艦長として、江戸への遠洋公開を実施し、その際に、戦場で、水戸藩志らとの間で、急進的な幕政改革に関する密約が取り交わされている。平心丸は、軍艦としては、有力とは言えなかったが、第二次長州政党や、母親戦争で、実戦参加した。ありがとうございます。